大気社のご提案する共同ロボットのご紹介です。塗装工場ラインでは多くの作業者によってライン運営しています。それぞれの工程で最適化されている標準化された手作業ですが、個人の能力やスキルにより精度のばらつきやスピードの変化などマニュアルで行うことのデメリットも多くあります。では単純にロボットに置き換え可能でしょうか。従来の産業用ロボットでは安全防護方策が必要であるため設置にスペースが必要、ロボット工程の後に検査作業員が必要などがありました。大気社ではそれらに最適なご提案をしていきます。大気社のご提案する共同ロボットはリスクアセスメントを行うことで安全策をなくすことができるため、作業者とロボットが共存することができ作業スペースを共用できます。大気社のご提案する共同ロボットシステムは単純に共同ロボットを購入するだけではなく、機能安全の考えを設計に織り込み、国際規格に基づきリスクアセスメントされた条件下で安全策の設置が必要のない共同ロボットシステムとしてライン導入させます。そのため全てロボットに置き換えせずに人と同じスペースに設置して作業させることができます。作業の精度も人と同じダクトで行えます。例えば塗装ラインでの表面検査から膜圧、色相、表面検査といったこれまで作業者で行われていた塗膜検査を共同ロボットで行い、既存ラインにシステム導入ができます。作業者と同じように正確な局面への追従での検査することで精度維持しつつ精進化及び品質不具合の流出防止ができます。検査を自動化することにより検査記録の自動化、トレーサビリティ、傾向値の見える化などが実現できます。大気社では精度が高く安全な共同ロボットによる様々な検査自動化をご提案させていただきます。大気社はロボットシステム、塗料サーキュレーションシステム、コンベアシステム、公害対策システムを含めた様々なトータルシステムの提供をしてきました。その知見を最大限に生かしてご提案する共同ロボット、最適な自動化ソリューションをご提案いたします。